東京株式市場の平均株価は法人企業統計で7月から9月の設備投資が11%増と2007年以来の高水準だったことなどを受けて大幅に上昇しました平均株価は先月から2万円に迫りながら上値が重い状況が続いていましたが終わり値は2万12円と8月20日以来の大台超えとなりました